ギブアップしますか。なわけないだろう。俺を誰だと思ってんだ。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということで本日は東京は新宿、西新宿にやってまいりました。この大東京新宿にですね、激辛油そばがあるということで、今回私足を伸ばしてやってまいりました。どうやら話を聞くと、今回はですね、油そば専門店の激辛メニューということで、以前にですね、なんかこう辛いメニューがあったそうなんですけれども、なんとそちらの辛いメニューが辛さ増しでリニューアルしたということでね、今回私やってまいりました。本日のお店がこちらです。ドン、油そば専門店ブラブラ新宿店でございます。この新宿をブラブラ歩いてたら、この油そば専門店に到着したんですけども、油そば専門店だけあってね、いろいろあります。温玉油そば、油そば人気そば、油そば、チャーシュー油そばということでね、さまざまな油そばがあるんですけども、ありました、こちら自国油そばということでね、さらに辛さアップリニューアルということで、以前よりもパワーアップした、激辛油そばということで、果たしてね、どんな辛さのものか楽しみでございます。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。おう、すいません。はい、自国油そばでお願いします。かしこまりました。はい、こちらが来ました、自国油そばでございます。見てください、これ、この山盛りの唐辛子、うわすごいね。唐辛子と、下にですね、ちょっとラー油があるということでね、あとはね、その他ネギ、海苔、チャーシュー、メンマ、ナルトということでね、具沢山でございます。油そばなんでね、しっかり混ぜていきましょうということで、いただきます。さあ、自国油そばお手並み拝見ですというところで、さあまずはね、勢いよく混ぜていきましょう。いただきます。喉を突き刺すようなこの辛さ、さすが地獄と名だけで、ね、辛いですね。うまいね、これ。前回より辛さはなんか 1.2 倍ぐらい、そして香りもね、香ばしくなってるそうで、辛うま、いただきます。これは美味しい。中盛りとか大盛りとか選べるんですけども、今回こちら特盛り 300g でございます。ボリューム満点でございます。下の方からこうかき回すと、非常に辛み成分が沈殿してますからね。はい、こちらチャーシュー、ちょうどいい辛さですね、これね。ジョニーさん、はい、こんなんじゃ足りないんじゃないですか。ちょっと、なんですかこれ。サービスですね。ジョニーと追加です。追い辛ですか。追い辛で召し上がってください。追い辛サービスいただきました。結構この状態でも結構辛いですもんね。行っちゃいましょう。本当に。行っちゃいましょうじゃないですよ。店長さん、食べれますか、自国油そば。食べられない。食べれないか。すごいよ、見てくださいこれ。食べれないって言っちゃうじゃないですか。あ、ジャリジャリってる。これがジャリ唐辛子、初めて聞きましたよ。これは辛さレベルアップしましたね。顔中汗だくでございます。ギネスに登録されるようなハバネロとか、まあ、ブートジョルクヤとか、そういったね、いわゆるこう激辛唐辛子を使ってるわけではないんですけれども、まあ、これ一味唐辛子なんですけども、やっぱりね、一味唐辛子でもこれね、量がね、たくさん入れば入るほど、それはね、いくら一味唐辛子でも結構パンチが効いてますからね。お口の中が地獄でございます。これは辛いよ。まさにその名にふさわしい地獄のような激辛メニューでございます。ギブアップですか。ギブアップなわけないだろ。俺を誰だと思ってんだ。さあ、残りわずか。
し、もちろんだ。あと二口、これはからバッチシですよ、もう。ありがとうございます。バッチシ、もう、本当にもうこれ。はい、というわけで、地獄油そば食べ終わったんですけども、器の下の方に辛味成分が沈殿しているということでね。やっぱね、最後の方がね、非常に辛味ありましたけれども、醤油ベースということでね、醤油のね、濃厚な味わいに、天ぷら油というね、高級な油を使っているところで、非常に香りがよく、美味しく食べられたのではないでしょうか。ちょっとね、お口がもうビリビリで、あんまり路列が回らないんですけども、いや美味しかったですね。ブラブラしてたらこの油そば専門店にたどり着くかもしれないので、ね、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。お店の情報はね、画面下の概要欄に貼り付けてますんで、ぜひチェックお願いしますな。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、私が動画を更新したら通知がパンといきますんで、ぜひ通知オンしてくださいな。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。